申し上げられなかったんです。あるよ、ありますとも。あんたならきっとあります。だったらお姉さんでもあるじゃありませんか。自分勝手なんよ。妙なもんじゃ。自分が育てた子供より、いわば他人のあんたの方がよっぽどわしらに用してくれた。いや、ありがとう。そしたらせがんのやつ、東京は人がお言うて上が使いとんなことやら。あんたどう思う。育児のない話じゃろうが、関東精神言うのが何にもない。わしはそんなつもりで育てたんじゃない。あんたの言うことはよう分かる。あんたの言うようにわしも不満じゃ。じゃがの沼田さん、これは世の中の親っちゅうもんの欲じゃ。欲張ったらキリがない。これは諦めにゃならんと、そうわしは思うたんじゃ。そうね、既得って言うんだから、行くなら早い方がいいわね。こないだ来ちゃどうかしら。うん、しかし後のことも頼んでいかなきゃならんからな。じゃあお姉さん、お大事に。え、ありがとう。あなたもね、うん、きっといらっしゃいね、夏休み。うん、じゃあさよなら。さよなら。行ってまいります。行けん行けん。でもお母様、ダメよ、こんなことしちゃ。どうぞ。私の方こそあんたにあげにゃいけんのに。いいえ、そんなことね。どうぞお母様、どうぞ。すみませんな。じゃあいただきます。どうぞ。あんたもいろいろ入りようが多いんじゃろうに、こんなことまでしてもろうて。本当に何と言うたらええか。ありがとうよ、のりさん。ありがとう。さあお母様、そろそろ。になってしまった。